松木金次郎、松木金次郎、松木健次郎、1909年1月22日から1986年2月21日は、福井県鶴ヶ市出身のプロ野球選手、一塁手、監督、指導者、解説者。鶴ヶ商業時代には、1925年と1926年の全国中等学校優勝野球大会に出場。 1927年に明治大学へ進学。リーグ通算79試合出場。242、打数72アンダー、打率。298、0本類打、24打点。東京六大学リーグを代表するスラッガーとして、鳴らした。大学在学当時は、後の俳優、東野英二郎と同じクラスで成績が良かった。ため、東野は試験の際に、 松木の投案をよくカンニングしたという。卒業後は、ノンプロの名古屋鉄道局に入り、1933年には、都市対抗野球に出場している、二回戦敗退。1934年に、大連実業団に移籍。ここで遠征に来た巨人と対戦したが、沢村栄二に3打席3三振を喫する。前年暮れに創立したばかりの大阪タイガース。 1940年9月から1946年3月は、阪神軍へ入団。若手主体のチームの中で統率力を発揮し、初代首相となり、4番を任せられる。飛ばないボール前世紀にあって、長打力、総力を兼ね備えた、高選手として、以降は1番一塁として定着した。しかし1937年春のシーズンでは、巨人の沢村英二には、 チームとして一勝五敗と抑え込まれ、ノーヒットノーランも許してしまう。そこで沢村を攻略するため、報道陣をシャットアウトし、休息のあった菊谷義夫をマウンドの手前、松木は1、2歩前と記しているから投げさせて、打撃練習することを考案した。これは、明治大学時代に、早稲田大学の速球投手、盾正男を攻略するために、監督がやっていたことでもあった。 秋のシーズンでは、その成果で初戦で沢村を攻略している。沢村はそのシーズン、タイガースから勝利を挙げることができなかった。そのまま年度優勝決定戦でもタイガースは巨人を破り、初の日本一となる。1937年春季には、首位打者、本塁打王の二冠王に輝く、より兼任監督に就任、翌引退、同時に監督退任、 これは、チーム不信の責任を取ったことと、太平洋戦争の勃発で徴用を受ける、可能性が、コーマ、低賃金の徴用よりは自ら志願して、軍事工場に勤めることを選んだためと著書に、記している。対談した松には、翌1942年5月より、大道成功、現、大道特使校に勤務した。半年近く遅れたのは、半身が、 対談証明を出さなかったことが原因だったが、これは祭りを親会社阪神電鉄に就職させよういう行為からだった。また、対談にあたって退職金と功労金を合わせて8000円もの大金月給2年分に相当を支給され、これに対する感謝の気持ちから戦後に監督として復帰したと後に述べてる。大同成功では野球はしないという条件をつけたが、 専務から懇願されて、高知県選手として、チームに参加。1942年の、第16回都市対抗野球大会に初出場で、準優勝を遂げるも、プロ経験者が、ノンプロで無様な姿を見せたくないとして、以降はチームを離れた。1943年8月に招集され、不評第19連隊に入営。 中国大陸で訓練を受けた後に1944年8月に沖縄に配属となる。当時はまだ戦場ではなかった沖縄では、食料は豊富で、鉱物の酒もいくらでも飲ませてくれたため、支給された軍服が身に合わなくなったと回想している。しかし1945年春からは沖縄戦に巻き込まれた。5月に近くに落下した。 迫撃砲の破片が下半身に命中して負傷し、その後野戦病院の号で戦闘停止を迎えた。隊長からは解散命令が出ていたため、脱出を図ったが途中で米兵に発見され、捕虜となる。松木は石川の収容所に送られ、そこで日本の敗戦を知ることとなった。松木は従軍体験を戦後の1974年に松木一等兵の沖縄捕虜に、 公文社として観光している。福音後は再び大同成功の勤務を経て、実家の手工所、松木工業を継ぎ、社長になっていた。二リーグ分裂で毎日オリオンズへ引き抜かれた若林正に代わって、藤村文らの要請を受け監督に復帰。同時に選手としても復帰した、再び現役を引退して、監督に専念する、7月25日の大阪。 スタジアムでの対中日ドラゴンズ戦で、球審の判定をめぐって紛糾し、藤村文夫が球審に暴行を加え、観客がグラウンドに入り中断。再開後に退場を宣告されていた藤村が打席に立とうとして、再び観客がグラウンドに入る事態となり、没収試合となった。祭りは藤村が球審に手を出した際、連続試合出場を続けていた藤村へのペナルティを、 回避すべく、自らが矢表に立とうと球審に腰投げや足払いを仕掛けて、共に、球審はすぐに座り込んだという藤村と共に、退場処分を受けたが、結局松木と藤村の両方に出場停止と、罰金の処分がリーグから下された。シーズン終了後に対談。この対談については、没収試合の責任を取ったと1973年発行の辞書。 タイガースの追い立ちに来ているが、それに先立つ1960年代の座談会では、自分よりも高級取りの選手が6人もいるのに遠征中の、食堂車の支払いなどは自分持ちで、手取り12万円の給料ではやっていけず、経済的に行き詰まったと別の理由を口にしている。監督時代の5シーズンは、2リーグ分裂に伴う、主力選手の引き抜きの後で戦力に苦しみ、松には、 個人資産も突き込んで、チームの再建に当たった。優勝こそできなかったが、勝率5割を切ったシーズンはなく、球団史阪神タイガース昭和の歩みでは、松木の手腕と情熱が高く評価されるゆえんであると、表している。同球団では、その後1990年就任の中村克弘まで、連続5年在任した監督が、松木しか存在しなかった。 大英スターズの打撃コーチに就任し、翌途中には監督を務めた。彼は東エフライヤーズ打撃コーチ。東映に入団した張本伊佐は松木義と仰ぎ、打撃不振になると松木を訪ねて指導を受けた。長本は大選手にとっての荒川さんが、私にとっては松木さんだったと語っている。1961年から1968年までは、 NHK の野球解説者を務め、から途中まで、東映監督を務めた。東映監督辞任後は、TBS、東京放送の野球解説者として活動。1978年、野球殿堂入り。解説者時代の1973年に最初に、観光した、タイガースのいたち、阪神球団士、高文社は、 情報の乏しい一リーグ時代における貴重な資料となっており、阪神の歴史に関する書籍は、ほとんどが、松木の著書を参考にしたものである。松木の死後に同じく元阪神選手である、奥井誠一が1986年以後の部分を書き足し、1992年に、松木の部分と合わせて、大阪タイガース球団市1992年度版、 ISBN4 から583030290として、ベースボールマガジン社から発行されている。1978年はキャンプで、クラウンライターライオンズの臨時コーチを務めた千葉名、吉家を、長本二世と表紙監督の根本ム夫が、開幕戦で3番打者と手抜擢し、同年2番右翼手のレギュラーに定着した。阪神が、初の日本一に輝いた百八十五年。 シーズンオフに行われた球団主催の日本一近年パーティーには歴代監督の一人として招待された。1986年2月21日死去、去年77、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。